何やったっけ、私ら。私らの名前は。ほら、昔ゴジラとなんかタイ VS 出てきた。モスレ。モスラ。あ、違う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 。モスラ。モスラ。私らのコンビ名モスラ。モスラ。あ、ちょっと惜しい。なんかほら、うちの息子がさ、英語の授業でさ、マザーを読み間違えて、モスラやなかったわ。何やったかな。マザーっていう英語をそうそうそうローマ字読みにしちゃってモテラにしよったんやな。あ、モテラや。モテラ。はい、モテラさんにお願いします。モテラ。私らももうね、50オーバーでね、最近思うのがね、20代に戻りたいな思ってんねん、私。なんでな？だって20代戻ったら夜遊びな、いっぱいできてもね、ほんで化粧落とさんと寝ても、あれや、肌荒れへんし、次の日疲れも残らへん。もう20代に戻りたいなって最近つくづく思うねん。そうな、あんた、でも絶対無理やと思うね。はっきり言うわ。なんでやん。1000万ぐらい積んだらいける。1000万積んだ人知ってる？あの加納姉妹って知ってます？あの人がね、もう顔にボトックス注射してやね、ここ脂肪吸引して、あんだけ綺麗にしてるけど、顔見てみ、50見てるで。そんなん言うたりないやん。もうあの人らだってその1000万かけて努力したはんね。だからもうね、私ね、もうこんなん20代になってね、あのスタイルよく S サイズね、はい、着て、でブーツ履いて、高いヒールをね履いて駆け上がりたいなと思うね、20代戻って。なるほどな。知ってる？それ知ってるわ。その人知ってる。え、知ってる？あんな、中層でな、83歳のスナックのママがおんねんけど、その人な、50年前の洋服、まだに着てはんねん。うわ、着てへんねや。しかもな、その50年前の洋服や、まだ阪急37番街にあんねん。37番街、17番街や。37番街。もう年いってるけど17番台でこういった針があったんか。いやでもな、知ってるやん。知ってるだけや。知らんかった。そうや知らんかった。でもな、もう20代戻ったら肌だけじゃなくて足もまだ強いや。もう重曹からね、どこでも歩いてね行ける。脚力戻りたいわ。私知ってるわ、その人。え、なんか知ってんの？重曹から本間寺までね、毎日歩く階段だよ。それ怪物やで。ほっといたらあの人行くま超えてやね。何やこれ、めちゃめちゃ怪物な人知ってんねんな。ほっとかなあかんもん。もうやめとき言うて、止めて止めて。私も無理やわ。私すぐタクシー乗っちゃうね。そんな言うてタクシー NG のいいやんか。言わといて、旦那が貧乏やから、生きるいないわ、あるかって言われんねん。でもな、そんなんやねんけど、もう20代になったら、ほら、肌だけじゃなくて、胃も丈夫やん。なんぼ食べてもな、胃もたれせえへんし、パンシロンなんか無縁やん。そんなね、もう体に戻りたい。あ、私その人知ってるわ。え、知ってるの？50になってな、大食い道に目覚めてやな、もうつけ麺やったらご飯を返してやる。すごいな、元気よ。めっちゃ元気やな。でもそんないろんな話聞いて、もう自然に年取りたいなと思ってきたわ。もう80でもな、もともとスタイル保てんねや。そうやね、どんどん悪くないで。そうやね、50でも行くまで歩けんねや。すごい人おんねんから。おんねや、自然に年取るのもええかな。そうそう、一緒に仲良くさ、おばちゃんと極めていこうや。極めを極めよう。そうや。まずいっぺんやな。でも健康診断してほしいから、人間ドック行かへん。なるほど、内側から人間ドックで。やめとく、やめとく、お金高いからやめとく、うち貧乏やもん。私の離れてるクリニックでな、割引券あんねん。え、割引券あんの？いや、あんたクリニックやってんの。いや、ほんなんちょっとこそっと病院の名前教えて。分かった。頼むわ。ほんなんありがとうございました。